日立市郷土博物館は、茨城県日立市にある博物館。1回日立の歴史2回日立の民族と、産業毎週水曜日に、外部から講師を招いて、館長と学ぶという講座を開催している。定員は60名、受講料は資料代の100円である。また、不定期で講座を開くこともある。2004年から、我が家のルーツ調べ相談室を開いた。 古代中世の士族、豪族を専門に研究した館長、志田純一自らが市民の先祖や家計調べの相談に乗るという企画で多数の応募があったという。2013年までの調査で長者さん遺跡が日立国風土器に記されている古代感動の休憩所、モ島駅下の可能性があることなどを発表している。自分のルーツを探ろう家系図作りと名字の由来の 調べ方日立市郷土博物館館長、志田純一さんに聞く日経 BP、セカンドステージ2007年10月19日、長者さん遺跡、古代感動の休憩所家、日立市郷土博物館、調査結果を発表、茨城毎日新聞毎日新聞2013年7月12日地方版、日立の長者さん遺跡東日本初の、駅化の可能性明日現地説明会。 茨城 MSN3K ニュース2013.823時33分。ありがとうございます。